クランクホイールで画面共有を開始するには、ブラウザの右隅にあるクラックホイールのアイコンを押します。そうすると、このコントロールパネルが開きます。画面共有する内容を決める方法はいくつかあります。一つのブラウザタブのプログラムウィンドウを画面共有することも、フルスクリーンで共有することもできます。ここでは、ブラウザタブを携帯電話と画面共有する簡単な方法を紹介します。ここを押して、クランクホイールのアイコンで確認します。 そして画面共有したい相手の電話番号を入力します。そしてここで送信を押します。相手にはリンクが送られてくるのでそれを押すだけです。リンクが送られてきたら相手は何も設定する必要はありません。そしてこれを押します。するとこのプレビューウィンドウに通知が表示されます。またここでは、例えば、ズームインしたり、移動したり、 あるいはここを押したかどうかを見ることができます。ここでもし彼らが興味を示さず新しいブラウザを開いたら彼らは見ていないことになります。あなたのスクリーンシェアはここで通知されます。ありがとうございました。